した失敗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 した。失敗した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 。メイジスさん、さっきからブツブツつぶやいてどうしたんですか？ちょっと研究に失敗してしまったのだ。何の研究をしていたんですか？電子レンジを携帯電話で遠隔操作できるように改造したのだが、いざ唐揚げを温めようとしたらなぜか凍ってしまったのだ。温めたのに凍っちゃったんですか？次にバナナで試してみたところ。ちょっと待ってください。なんだ？バナナは温めるものじゃないですよね。聞こえてきたのだ、マッドサイエンティストのバナナを電子レンジの中に入れろという声が。ああ、それでバナナを電子レンジで温めてみたところ。見たところ？そこに置いてある緑色のゲル状のバナナになってしまったのだ。これがそうなんですか？食べてみるか？食べてみたいです。 R、 さすがにそれはちょっと。って、何ですかこれ。私のセリフがなんか変ですよ。選択の時だな。さあどちらを選ぶ？R です。それがお前の選択か。なんでそんな残念があるんですか？それはそうと、これはこれで面白い研究材料だ。ふん、ネプギア、ちょっと電子レンジの中に入ってみるからボタンを押してくれないか？そんなことしたらメイジスさんが死んじゃいますよ。っていうかそれ以前に物理的に無理ですってば。そうか、残念だ。なら別ので試すか。はじめからそうしてください。ではまた唐揚げで。さて今度はどうなったか見てくれないか、ネプギア。ネプギア？いないだと？一体どこに行ったのだ。まあいい、それよりも唐揚げだ。やはり凍っているな。なぜだ、一体これは。あのメイジスさん、難しい顔してどうしたんですか？ネプギアか、一体どこに行っていたのだ。実験の途中に部屋を出る場合は必ず私に報告をだな。いや、今はそんなことはいい。これを見てくれ。凍った唐揚げですよね。これがどうかしたんですか？どうしたって、お前は覚えていないのか？ん、私メイジスさんとそんな話したことありましたっけ？さっきまでここで私と話していただろう。忘れたのか？あの、私今初めてこの部屋に来たばかりなんですけど。何かがおかしい。今は何時だ？1回目の唐揚げをレンジで温めたのが12時5分、そしてその約5分後にバナナを温めたはずだ。なのに時間はまだ12時10分になっていないだと。もしやこれは時間移動か？だとしたらこの科学的超常現象と魔術を組み合わせれば次元を超えることができるかもしれん。まずは
時間移動の原理を解明し、そこから術式に組み込んで。ブツブツブツ。変なメイジスさん、どうしたんだろう。